広場の代表っていうふうに紹介してる。いやいや、代表じゃありませんよ。何というふうに紹介すればいいんですか。何というテントの広場のメンバーに。メンバーですね。はい、わかりました。大賀さんの下の名前は何ですか。私、エイジ。大賀エイジさんですね。今入ってる。あ、はい、ではこんにちは、お邪魔しています。増山れなです。今私は経済産業省前テント広場に来ています。こちらは第一テントで、今日はテント広場のメンバーの大賀エイジさんにお話をお伺いします。こんにちは。寒い中いつもありがとうございます。はい、テントができた時から何回かお邪魔してるんですけれども、今このテント24時間、皆さん泊まり込みで原発反対ということを、経済産業省に訴えておられるということなんですが、今何日目になるんですか。今日で1561日目。すごい。1571じゃない。1571日目ですね。毎日日にちを、はい、今日で何日目というのはテントの表からに出してあります、はい、通りがかりの人は見れば分かると、中にいる人は覚えていないという。ありがとうございます。このテントがあることで、その311以降、今は仙台原発ですとか高浜原発も再稼働させられようとしている状況なんですけど、ほとんどの原発が止まり続けていたと思うんですよね。それはこのテントをずっと維持してくださってたという力が大きいんじゃないかなと思って、どうもお邪魔しています。あ、大丈夫ですか。大丈夫、後にしましょうか。大丈夫でしょうか、はい、ちょっと荷物をどけます。ごめんなさい、今日起きて。で、今実はこのテントの撤去を要求されて、はい、そして裁判を、起こされているという状況をお聞きしたんですけれども、どんな裁判を起こされて何を要求されている状況なんですか。ですね、このテントは2011年の9月11日に建てられて、はいはい、その当時はまだ民主党政権になっていますよね、はい、原発事故から半年しか経ってなくて、はい、それなので、民主党政権の間は、福地ではテントを撤去して、出ていってほしいというふうに言い続けていたんですが、経済産業省の人がね、はい、私たちは、原発が廃止され、全部運転しない、それから二度と運転しないという、廃炉にするということを前提にして、そうなれば私たちは撤去を畳んで出ていくというふうに言い続けてきたので、それまで、その間は、裁判にはなんないんですね。で、2012年の暮れに、はい、選挙があって、はい、自民党が政権取りましたね。はい、あの時点で経済産業省の方は裁判を起こすという決意を、まあ、官僚の方が決めたんでしょうね、おそらく。で、自民党政権になって、自民党政権がおそらくその裁判を起こして、裁判によって、テントを撤去するという方針を決めたようで、ですから裁判が起こされたのは2013年の3月ですね、はい。なるほど、自民党政権に変わってからその裁判の動きが出てきたということなんですね。はい、ね、裁判は東京地裁で、はい、テントを撤去して、この土地の不法な占有を解除し、はい、つまりテントを畳んで出ていけというのが1点目の請求の項目ですね、はい。それから2点目の請求項目は、これは大体民事裁判のよくあるパターンなんですが、はい、土地を不法に占拠していたのだから、1日あたりその占拠をしていたことに対する罰則金として、はい、損害賠償金として、金を払えというのが第2点目の請求項目ですね、はい。でそのこの土地の代金を、経産省は地下の計算という、路線価の計算というのをやりまして、はい、ここは90平米あるんですよね、
ども、はい、90平米の土地の値段が、正確な数字はちょっと私覚えてないんですけど、何億円という値段をつけまして、はい、それだけの価値のある土地だから、1日ここにいる、1日あたりいくらの賃料が入るはずだと、それだけの価値のあるものを他人に貸す以上はこれだけの、はい、賃料を取れるはずだから、その賃料相当額の損害金を払えと。その賃料相当額の損害金というのが1日あたり2万1000円なんですね。なるほど。ですから今まで、はい、1600日ぐらいここにいるわけですから、はい、まあ大体3000万ちょっと、はい、今の請求金率が増えているという。あ、1日伸びればまた2万円ちょっと増えていくという状況があるんですね。まあそういうような裁判が、はい、2013年の、はい、3月に起こされて、はい、2013年の5月に、はい、第1回目裁判が開かれましたね、はい、で9回裁判が続いて、はい、2015年の2月の26日に、はい、東京地裁で判決が出ました。10回目でしたね。でそのどういう判決が出たんですか。もう国の請求をそのまま認めるという判決ですね、はい、ですから先ほど言った出て行けというと、はい、お金を払える全部するんですね。それから今の裁判の制度はですね、はい、地裁、高裁、最高裁という単審制度になっていますから、はい、本来であれば最高裁で判断が出て判決が確定するまでは執行できないんですけども、はい、まあそれ刑事裁判でも民事裁判でも一緒なんですけどね、いわゆる単審制というふうになっているんですが、はい、国側はですね、単身制の下で仮執行制度というのがあるんですね、はい、要するに民事の場合でしたら、一審で判決が出て確定するまで待ってたら、はい、この取り返しのつかない損害が生じるような、まあ、事案であれば、仮に、一審の確定してない判決を執行してもいいという命令を国は取ったんですね。ですから、一審の判決で、出ていけ、それからお金を払えという判決が出た時点で国は、強制執行ができることに、裁判所はその仮執行を認めたものですが、はい、裁判所ね、裁判所が仮執行を認めたので、強制執行、国が強制執行してここを追い出すことができる。で裁判所から執行官を連れてきて、はい、転校すれば警察官も連れてきて、はい、このテントを畳んで、追い出すことができます、はい、いうような判決を取ったんですね。で東京地裁でそういう判決を取ったものですから、私たちは、はい、その仮執行の停止の申し立てというのを東京高裁に出しまして、はい、仮執行の停止はとりあえず東京高裁の裁判が続いている間は仮執行ができないという判決をこちら側が取ったものですから、はい、とりあえず東京高裁で裁判が続いた間はテントは撤去されなかったんです、はい、で実は先ほど言いましたように、はい、今年の2月26日に地裁で判決が待ってすぐ高裁に移って、高裁の判決が出たのは今年の10月の26日です、はい、で10月26日に再度高裁は地裁の判決とほぼ同じ中身の判決を出した、はい、要するに控訴を棄却したんですね、はい、国側の要求を全面的に認めたわけですね。そうなりましたので今度は仮執行の停止が認められたんで、はいはい、もう一度今度は控訴審、東京高裁で出た控訴審の中身を、はいはい、に基づくその仮執行の停止を再度申し立てたら、今度はあっさりとそれはダメと認めない、はい、つまり仮執行の停止はしなくていいと、はい、だから仮執行ができる状態なんですね。ですから私たちは10月の26日以降は、はい、正確に言うとその先ほどの紙にもちょっと書きましたけど、はい、
10月の28日にですね、はい、10月の28日の日に、はい、仮執行の申し立てが停止の申し立てが却下されたことによって、はい、この日からいつでも国はこのテントを撤去しに来ることができる状態になった。あとは国側の、うん、国側の政治判断だけで、はい、このテントを撤去することが決まる。じゃあもう今日か明日にでも、ですから毎晩、毎朝撤去される可能性があるわけですね。だいたい撤去は朝来るんですね。そういう裁判所の執行官が来て、はい、朝来て、はい、まあ明け方に来て撤去するというパターンなので、だいたい私たちはいつもここに泊まり込んで、はい、それに対応しようということで、もう11月12月5ヶ月近く、はい、その前ももちろん毎晩泊まってはいたんですけども、はい、その当時はまだ裁判やっていて、はい、裁判中は撤去しないことになってたから、はい、撤去されないことになってたから、まあ割とのんびりと泊まっていたんですね、はい、まあ、もちろん右翼の人たちなんか来て、はい、妨害はあったんですが、はい、割とのんびり構えていたんですが、ここ2ヶ月ぐらいは、はい、いつ国がそういう政治的な判断をしてこの撤去するかわからない、かなり緊張して、泊まり込みに帰ってました。あとはその1日2万円以上 その請求をされているということなんですが、どなたかの個人口座を凍結されているという話を聞いたんですが、それも重要な話、本当なんでしょうか。一応ですね、はい、国側が裁判を起こすときにですね、はい、テント費用、経産省前テント広場という得体の知れないその団体はないんですよね、はい、そういう団体がないもんですから、はい、本来であれば個人、ここに出入りする個人全員を被告にして民事裁判を起こさなきゃいけないというところをですね、はい、どうも民事裁判の制度がそうなってないらしくて、はい、どうもその経産省前テント広場には代表がいるんではないかということで、はい、この人間とこの人間が代表らしいということで目星をつけまして、はい、この2人だけが被告になったんです、はい、それですから裁判にかけて金銭を払えというときに、はい、金銭を払わなきゃいけないのは被告にされた2名、はい、その2名だけが金銭債務を負うということになったんです、はい、それでその2名の銀行口座が、はい、今年2月10月の26日の東京高裁での審理が、はい、却下された時点で、はい、その執行が可能になって、はい、早速その2名の銀行口座が差し押さえられたという、はい、そういう経過なんです。そうだったんですか、はい、ただその2名はですね、はい、まあ、今1名ここに来ましたけど、あ、そうなんですか、後でご紹介します、はい、残念ながら年金暮らしで、はい、そんなに資産もなくて差し押さえた銀行口座には500円とか1500円とかっていう、そういうお金しかなかったものですから、大変な中で皆さん頑張ってくださってるんですね、銀行口座の差し押さえの方法はそんな程度で今のところ被害が収まってるんですが、はい、ただ一つですね、先ほど言いました東京地裁で負けた時点で仮執行を停止する申し立てをしたんですね、はい、そしたら東京高裁が仮執行の停止申し立てを認めたときに保証金を積みなさいというふうに、はい、東京高裁が言ったんですね、はい、つまり控訴審をやっている間は、はい、テントの撤去ができないような状態にするためには、はい、その国に保証金を積んで、はい、担保金を積んで、それで初めてその執行停止になるというシステムになって、結局その保証金がですね、500万円担保、はい、国の法務局で、はい、積んだんですね。そしたらそれをですね、はい、今回10月26日の控訴審で負けた時点ですぐに国はその法務局に担保金、積んである担保金をこれを差し押さえとする。ですから、まあ、500万円は返ってこないでしょう。あ、そうなんですか。ということで、はい、1日2万何千円ですから、はい、500万円は、はい、大体250日分ぐらいが取られてしまう、はい、なるほど、悔しい状況ですね、はい、この経済産
経産省前テント広場は広く国民のみんなの安全のために皆さんがこうやって24時間体制でやってくださってるのに、個人の方の銀行を凍結するとか、そういう嫌がらせとも思われるような裁判の後の懲罰ではないけれど、裁判の後そういうことペナルティが行われているということを聞いてすごく心が痛んでいます。皆さんは本当私たち全員のためにやってくれているのに、何かこう応援できることがないかなというふうに思っています。でテント広場のカンパ先もありますので、ぜひ皆さんこのテントに来て、もし来れない方は遠方からでも応援して、テントの維持を、そしてできたらテントの維持というよりは原発をもう全部廃炉にして、ね、テントをやらなくてもいいような状況を、一日も早くテントが撤去できるように、はいはい、国民の声が上がれば、はい、経済産業省も、はい、対応を決意するだろうというふうに思っているから、はい、私たちも一日も早く廃炉になって、はい、検討を撤去したいというふうに考えています。ありがとうございます。日本では今このようなスラップ裁判、行政が個人に対して、行うスラップ裁判に対する規制法がまだないんですけれども、諸外国、例えばアメリカなどでは州によってはその規制する法案があるそうなんですね。私もちょっと勉強して、こういうふうに声を上げたらペナルティがあるよっていう社会はやっぱりおかしいから、誰でも思ったことをきちんと口に出して、安心して口に出せるような状況を作りたいなと思います。小川さん、今日はいろんなお話聞かせていただいてありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。でも高浜原発の司法のね、結果も腹が立ってしょうがないんで、やっぱり一人でも多くの方たちが原発のことを、福島の事故を忘れないで声を上げ続けていくっていうことが大事だと思います。はい、今日はありがとうございました。撮っていただいてありがとうございました。手が痛かったのではない。